果物王国岡山を支える畑地灌漑施設美南地区岡山県倉敷市。世界で最も果物栽培の技術が進んでいる日本において、国内有数の生産量を誇る白桃やぶどうをはじめ、多くの質の高い果物を育てている果物王国岡山。中でも倉敷市の船尾地域や玉島地域にあるここ美南地区は、丘陵地という日照条件の良さと、畑地灌漑施設から送られる高梁川の豊富な水によって、県内でも有数の白桃やぶどうの産地として発展してきました。岡山県の花にもなっている桃の花。春先には桃畑がうっすらと愛らしい桃色に彩られます。この美南地区では白鳳、清水白桃、岡山夢白桃、白麗といった品種を中心に生産、実の一つ一つに袋掛けを行い、大切に育てることで表皮が白く柔らかで果汁が多く、一度食べたら忘れられない極上の桃に育てられています。また白桃と並んで高い品質と評価されている岡山県のぶどう。中でも果物の女王とも呼ばれるマスカット・オブ・アレキサンドリアは、日本国内での面積シェア9割以上を誇っています。他にも黒い真珠と言われるピオーネや、人気の高いシャインマスカットなど、品質向上に向け技術を常に磨き、後世に伝える努力をしています。そんな美南地区における畑地灌漑施設の整備は、昭和36年から始まりました。高梁川から揚水器で排水池に送られた水は、単線排水管を通り、さらに支線排水管へと、体の隅々にまで血液を送る毛細血管のように、水をそれぞれの農地に送っています。平成11年から平成26年にかけて、古くなった施設を新しくするとともに、水を送る農地も広げてきました。このように、畑地灌漑施設は、白桃やぶどうの一大産地をしっかりと支え続けているのです。さらに白桃は光センサーで糖度を測定する非破壊糖度計を導入。甘さを確認した上で出荷する仕組みを確立し、産地全体の品質の安定、向上を図っています。生産者、JA、そして農業用水を届ける土地改良区が一体となり、これからも倉敷市美南地区は、果物王国岡山で日本有数の産地として最高品質の白桃、ぶどうをお届けするよう取り組んでまいります。